さあガチャさんの時間がやってまいりました。富士坪スポーツクラブにて本日の一戦は繰り広げられていくのです。さあネクロマンサーが相手のホットブラスターを睨んでいます。前回はチャージャーにボーボコにされたのでチャージャー来てくんねえかなと思っていたんですがいません。本当に波が激しいな。はい、さあこっち見てるよね。ああ、睨まれちゃった。睨まれちゃったと思ったけど、なんとかしてくれたのね。ああ、いい。どっち来る？とりあえず道を広げつつ。うん。います。はい、着地。待ってー。やめて。回復できる？回復できてない。死ぬかもしれない。死ぬに決まってるじゃないか。さて、なんとなく嫌な空気を感じている。これは嫌な流れを引きずるパッティンやで。なんか当たったけど。さて、あれ？下がると思ったら意外と下がってこない。うえーん。さて、お、でもブラスター倒してくれた。あれ？てかあのブラスターロングじゃないな、よく見たら。なぜブラスターの弾をこちらをホーミングしてくるかのように飛んでくるのだろうか。あれが本当に相手してて嫌なところなんですが。こんにちは。さっさささのさのさとさ。うわー、あー、こんにちは。あー、僕の命は無残にも散っていくのです。無残にも散っていくのです。あー、アーメン。お、まだクワッドが生きているぞ。クワッド、ハッパー。こんにちは、クワッドさん。クワッドホッパーってなんかお菓子っぽい名前だよねと思ったけど、それは確実にホッパーのところにホイップクリームの音を感じているに違いないね。さっさっさのさ。なんかそんなこと言ってると、この、なんていうの？紫色のガチアサリが、だんだんとサツマイモに見えてきた。サツマイモのお菓子も美味しいでしょう。名前を芋にするだけあって、俺芋大好きですから。サツマイモも、ジャガイモも大好きですから。ちょっとね、お腹が空いてくるんです。お腹が空いて、うわぁ。一人だけ巻き込んだが、二人に狙われていては、しまった！ちょっとつい二人に狙われたことによって、スプラトゥーンの話題を出してしまいそうになった。大変申し訳ない。スプラトゥーンの話題すると負けるんで、ちょっと違う話をしましょう。お、美味しそうな、美味しそうなホイップクリームじゃねえか。ホイップクリーム色ってあんまりないですもんね。フェスデーぐらいしか見かけない感じ。でもプライムシューターはなんか見た目的にホイップクリームを射出しそうな感じですよね。スプラトゥーンがもし3が出てくるようなことがあればホイップシューターみたいなのが出てくるかもしれない。なんかこのニョロ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 っていう風になんか弾を発射するみたいな謎めいた攻撃をする武器が追加される可能性がワンチャンあるんじゃないかと脳みそのどこかで感じています。うわーうわーうわーあーうわー、ホイップシューターコラボ、一体どこのアイスクリーム屋さんとコラボするのかなみたいな。うわー、どこがいいですか。ここ、はい、ここはーい、あー、勝てねえ、ジャンプしないでくれ。スプラッシューターベッチも白色を基調としているので、ホイップクリーム感がありますね。お、そしてまたサツマイモがあるぞ。サツマイモ美味しい。でも、焼き芋というよりは、加工したお芋の方が普通にお好きかな。焼き芋も美味しいけどな。なんか皮を、剥いて食べるっていうイメージが根付いているせいで、皮剥くのめんどくさいという逆転の発想に至り、最終的に、
食べるのがめんどくさいという考えに至っているわけだ。さあ、おーい、あー、こんにち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 わっしょい、こんにちわっしょい、こんにちわっしょい。うっそ、さっきからスプラッシューターベッジを追いかけすぎなのがいかんのか。いやー、前回から巻きが込んでいるね。うわー、嫌がらせに最後に切るだけ取っておくよ。嫌がらせをしても勝てなきゃ意味がないんだよな。だから中途半端に切る数を稼いでいても負けてちゃしょうがないっていう話になるんですが、いやー、今日ダメな日なのかもしれんな。この いけそうな日とダメな日っていうのはなんか感覚的にわかるんですが、でもダメな日にやめてると本当に試合数が少なくなりすぎて、いつまで経っても経験値がたまらないんで、なんとかして自力で流れを持ってきたいんですけどね。ムツゴロウだよ。はいドーン、はいドーン。また相手にだけチャージャーいるぜ。この射程のバランスがよくわからないんですが、そんなことに文句を言っていても仕方があるまい。チャージャーをぶっ殺すぞ。こんにちは、こんにちは、僕チャージャーをぶっ殺すマンです。うわー、なぜか倒している、なぜか倒しているが差しでは勝てていない感じ。おー、なんか来ているぞ。来るのかい、来るんだね、来るんだね。当たってくー、当たるのをやめろー。はい、うわー、イカスフィアの悲しみは俺が一番よく知っているから、イカスフィアの悲しみを背負っている者に対してだけはちょっとだけ優しくなれるよ。まあしゃあないなって。ん、何かが爆発した音が聞こえた気がする。僕はこちらから行くよ。さよなら、さよならと思わせておいて。ああ死ぬそんなのずるいよ。もうトーピードを止めていれば着地なしでも、着地のダメージを爆風だけ食らっていても耐えられたんですが、トーピードも着地も両方食らったのがいけなかったというわけだ。さあさあ盛り上がってきたぞ。どっちがいいかい。うわー、正面にぶん投げていくよ。どうも。あ、よくないね。いやー、いやー、君にはこのガチアサリを握らせるわけにはいかないな。うわー、うわー、ジェットパックだー。こんにちは、こんにちは。あー、やめろー、やめろー、帰りまーす。じゃあな。さあさあ、人数の振りがなかなか縮まりません。むしろ気づくとどんどんと命が刈り取られていく感じ。こんにちは、はい、お邪魔です。さあ、イカスフィア、イカスフィアの悲しみを、悲しみの連鎖をここで止めようというのかい。あれ、どこ行ったし。おっぱっぴー。さあ、カモンが来ているよ。あ、誰に飛んだの、わからないところで飛んでしまいました。うおー、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃ、いらっしゃ、いらっしゃったぜ。こんにちは、こんにちは、いらっしゃいませ、こんにちは、いらっしゃいませ、こんにちは、いらっしゃいませ。あ、やめて、はいはい、こんにちは、はい、あ、回復します、回復してダメージを与えて、うん、ボムを食らっていく。おお、しかし自らを犠牲にしたファインプレイによって我らのカウントがまた進んでいくのだ。誰かいますか、コンコンコン、誰かいますか、コンコンコン。誰もいないようですね。ちょっと今出かけてる最中のようだ。空き巣に入るにはもってこいだな。こんにちは、コンコンコン、コンコンコン。斉藤くんいますか。ちょっと待って、今何、チャージャーの方か。なんかスライドの弾が火力200ぐらい出たのかと思って、すげえ切りそうになった。うわー、僕クイボ、僕はクイボをひたすらぶん投げることに
全神経を注ぐ男なのさ。はい、ここ。ここ。なんでダメージが足りてないんだよ。おい、おい、なんでダメージ足りて、ああ悲しい。おう。おう、そう来るか。おう、そう来るかい。ジーザス。やつは死んでいった。こんにちはー。あ、こんにちはー。ここだろ？ここだろ？ここだろ？はい、いただいていくよ。やめろ、ジッパ。やめろ、ジッパ。やめろ、ジッパ。うわぁ！うわぁ！買います。あ、いいね。いいんだけど、これ飛んでいいの？あ、飛んで良さそう。飛ぶよー。うわぁ、誰かこの、これを生かしておくれ。やったぜ。あとは、アサリをな、あーい。アサリを投げれば、出来上がり。美味しいアサリ汁の出来上がりです。このガチアサリで使われたアサリはやはり、この後、クラゲちゃんたちが美味しくいただきましたと言って、無駄にならないように生産ラインが出来上がっているのでしょうか。それとも、見た目はアサリだけど、中身には身が入っていないのか。そのあたりが問題だ。そんな謎を解明すべく、ガチアサリ腕前 X を再び目指していくイカちゃんなのであった。富士壺スポーツクラブでまだ一勝もしていないような気がする。今日この頃ガチアサリをやっていきましょう。さてと、お、今回はエクストラがいますね。どんな動きをしてくるか非常に注目です。壁塗ってさささささ動いていき、あ、見つけました、いただきです。これで確実にヘイトを集めたので、ちょっとめんどくさいことになるかもしれませんが、やめて、どこ見とんの、こっちを見るんじゃないよ。ここ、ここ、こんにちは。うわー、あー、なんか知らないけど当たっている。なぜかダメージが蓄積していたようです。そしてこんなにも、こんなにも攻めるチャンスだというのに、私はこんなにも消極的な動きをしていたなんて、ちょっと反省しなくてはならないかもしれないとちょっとだけ感じました。やめろーなぜいるんですか。謎のカーリングに怯えていたら、その近くにはローラーがいたというわけか。しかし、なんかローラー、カーリングとは全く反対方向からやってきましたね。一体何事だったんでしょうかという感じ。跳ね返ってきたのかな。さて、おい、なんか知らんけど当たったぞ。やめろ、ボム。こんにちは、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 こんにちは。降りていく。そろそろ来ると思った？もらえません。はい、ここを登って、あとは、お、あるじゃん、アサリ。アサリを回収して、おう、流れはいいね、流れできてるよ。こんにちは。あ、あるじゃん。でもあと2個足らない。こんにちは、こんにちは、やったぜ。ローラーに対する怒りを見事にぶち当てることに成功した私は、その元気はつらつな状況で相手に向かって喧嘩を打っていくのです。うわー、うわー、俺はイカスフィアを甘く見ないから悪いな。イカスフィアがどれだけ悲しみを背負っていると個人的に感じていても、それで大変なことをするわけではないのです。はい、そう。そしてここでジェットパックに生き残っていく、生き残っていく。待って、なぜこっちを見るんですか。こっちを見るんじゃないよ、見るんじゃないよ。あ、逃げられちった。でも構わへん、でも構わへん、生きているならそれだけでなんでこんな変なところで待ってんの、ローラー。そう、ローラーにやられて嫌なのは、まあ一撃で死ぬっていうのもあるんですけど、なんでそんなところで待ってんのっていうところにやられるのが嫌なんですよね。本当にやめていただきたい。ちゃんとね、正当な滞在場所を決めておいてほしいですね。はい、こんにちは。どこ行ったし。そう、こうやってちょっと混戦状態になると、誰がどこにいるのかすごくわかりづらくなるので、
一旦冷静になる必要がありますね。またジェットパックで食いぼ直撃やったぜ。もう次から次へと。やめていただきたいですね。さあ、いい感じかな。流れはできているはずなんですが。こんにちは、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 あ、こんにちは、どこ行ったし、おー、いらっしゃいませ。いただいておきます。で、ローラーさんここかな？いませんでした。お、カモン？はい、はい、はい。プレゼントして、あ、ごめん。出来上がり。はい。ん？いますか？いました。やめて、死ぬ。僕は死ぬかもしれないという恐怖に非常に敏感なのです。危ね。でも、ちょっとこれは投げるのが厳しいので、いっぱい塗っときましょう。エクスロの攻撃に過度に怯えてはならない。ん？あ、ローラスさん。危ね。出来上がりました。さあ、あっという間に出来上がりです。ガチアサリの完成です。ガチアサリ3分クッキング。いらっしゃいませ。ん？ここかな？どーん。やるじゃねえか。お、間に合わず。さあ、最後ちょっと、あのまま攻められていたらやばかったかもしれませんが、案外敵は続いていなかったので、なんとかなりましたね。味方にアサリの補佐もできたし、上々でしょう。さて、おお、いい伸び。これは次で腕前上昇ですね。ちょっと負けすぎなので昇格はなさそうかな。そんな感じのガチアサリでした。ありがとうございました。